プロ野球選手にとって野球人生を左右しかねないイップス。プレッシャーがかかると緊張し、無意識に筋肉が硬くなり、思うように動けないイップスは多くのプロ野球選手を悩ませてきました。そんなイップスですが、練習中に発症することが多いので、なかなかお目にかかることができませんが、試合中にイップス症状が出て悩まされた選手がいたことをご存知でしょうか。今回は試合中にイップスに陥ってしまった選手を4人ご紹介していきたいと思います。高井雄平。まずご紹介するのは、投手から野手に転向し、ヤクルトで結果を残した雄平です。実は雄平は投手時代にイップスの経験があります。東北高校から強豪ドライチとしてヤクルトに入団した雄平は、かつてヤクルトで活躍した石井和久の背番号16を継承するなど、剛腕左腕として期待されていました。雄平は高卒1年目から最速154キロの速球とスライダー、カーブ、フォークを武器に5勝を挙げ、上々のプロ生活のスタートでした。一方、暴投は12とリーグワーストを記録しました。2年目以降、制球難を直そうと首脳陣は様々なトレーニングを行いましたが、制球難は改善せず、それどころかストレートの球速が140キロまで落ちて、得意のスライダーまで思うように曲がらなくなっていきます。真面目な性格ゆえに首脳陣の意見を聞いてしまい、自分のフォームを見失い、イップスを引き起こしたと言えるでしょう。試合中でも四球、暴投、悪送球を連発します。これは明らかなイップスと言える内容でした。雄平はプロに入って驚いたのが、ストライクゾーンが極端に狭くなったように感じられるとまで話すようになり、完全にプロの投手としてはやっていけなくなりました。その後雄平は野手へ転向。投手時代から公式戦でホームランを放つなどしていた非凡な打撃センスは開花し、ヤクルトの中心選手として活躍していきました。高梨雄平。2022年、巨人で楽天時代の70試合に次ぐ59試合に登板した中継ぎ左腕高梨。変則サイドスロー左腕として左のワンポイントで主に活躍する高梨が、学生時代にイップスで苦しんでいたことをご存知でしょうか。高梨は高校卒業後、東京六大学野球の名門早稲田大学へ進学。高梨は1年生の春の東京六大学野球のリーグ戦で救援を中心に10試合へ登板し、19回を投げ、防御率 0.95 という好成績を残しました。当時今とは異なり、オーソドックスなオーバースローで投げていた高梨は、その後も1年生の秋季リーグ戦で先発投手として5勝1敗、防御率 2.21 を記録し、徐々に実績を上げます。そして2年生の春季リーグ戦では4勝1敗、防御率 2.31 でチームの3期ぶりのリーグ優勝に大きく貢献しました。2年生の秋には足首の手術を行いましたが、3年生の春にはリーグ史上3度目の完全試合を達成し、完全復活を印象付けました。このままプロへの階段を歩んでいくかに思えましたが、3年生は完全試合の1勝止まり。4年生になる頃にはイップスを発症。高梨のイップス症状はホームベースよりはるか手前にボールを叩きつけてしまう症状でした。試合中でもイップスの症状が止まりません。投げたボールがキャッチャーまで届かない状態が出てしまい、制球も全く定まらず、4年生は5試合で6回3分の2を投げ、防御率 9.45 と散々な成績に終わります。高梨は後に、僕は真剣に思ったところに投げられないのは、18.44m を投げ切る筋力が足りないからだと考えて、めちゃくちゃ筋トレしたんです。筋トレをすると数値は伸びるし、体は大きくなるし、目に見えた成果が出やすいじゃないですか。それでのめり込んで、球は 4,5 キロ速くなったんですけど、悪いフォームはそのままなので、速い球をホームベース前に叩きつける人になっていました、と当時の苦悩を語っています。高梨は筋トレの後、左肩痛にも悩まされるようになり、練習内容を変更していきました。
そして社会人2年目にはサイドスローに転向。ついにイップス症状の請求難を克服し、楽天にドラフト指名されるまでの選手となりました。高梨は、本当は上から投げて DeNA の今永みたいなボールを投げたい。でも僕はなんとか自分自身をこねくり回して飯を食うしかないんですと自分を分析し、結果を残しています。苦労を重ねてイップスを克服した高梨は、今後も中継ぎとして活躍を続けてくれることでしょう。戸亀健。2022年に西武のユニフォームを脱いだ戸亀もイップスに悩まされていました。戸亀は2011年にドラフト1位でプロ入りすると、2年目にはプロ初完封、4年目には規定投球回に到達し、11勝7敗、防御率 3.55 の成績を残しています。イップスというと、これまで紹介した2人のように制球が定まらないというイメージを持つ方が多いかもしれませんが、戸亀の場合はフィールディング時の送球難のイップス症状。投手として投球は普通にできるのですが、フィールディング時に悪送球を繰り返します。戸亀は守備機会の少ない投手でありながら、プロ入りから8年連続で失策を記録し、相手のバントやピッチャーゴロから崩れてしまうことがありました。特に印象的だったのが、2018年4月10日のロッテ戦の試合でした。この年の西武は、エース菊池雄星が開幕戦で勝利を挙げると、開幕8連勝と波に乗っていました。4月10日のロッテ戦でも、戸亀は4回をパーフェクトに抑え、5回裏開始前までチームは1点をリードします。5回裏に戸亀は2アウト1、2塁のピンチを作りましたが、打者清田の打球はボテボテのピッチャーゴロ。誰もがアウトでチェンジだと思いましたが、ここでまさかの悪送球をしてしまい、同点に追いつかれます。これでリズムを崩した戸亀は、6回は四球から、7回は暴投が絡み、どちらも犠牲フライで1点ずつを献上しました。開幕からの連勝が8で止まった西武、辻監督は試合後に、やられました、戸亀は内容的には良かったけど一人相撲やったねと語っています。戸亀自身も、調子は悪くなかった、一つのエラーでリズムを崩してしまった、一人相撲になってしまったことが反省点です、次回に向けてきちんと修正してマウンドに立ちたいと反省しながらも前を向いていました。最終的に戸亀はプロ11年間のうち9年間でエラーを記録。引退した2022年には13試合に登板して3つのエラーを犯すなど、最後まで悪送球のイップスを克服することはできませんでした。イップスさえなければ、西武のローテーションとして長く活躍する戸亀が見れたかもしれません。スコット・マクガフ。ヤクルトの守護神としてチームの日本一に貢献したマクガフも、戸亀と同じようなイップス症状が疑われるプレーがありました。マクガフの早急イップスが指摘されたのは、2022年の日本シリーズ。ヤクルトが1点リードで9回を迎えていた第5戦。最終回のマウンドには守護神マクガフが上がります。ワンアウト2塁のピンチを作ったマクガフは、西野の投手強襲の当たりをこぼすと、急いで1塁に投げてしまい、これが悪送球に。二塁ランナーが一気にホームに帰り、同点とされると、続く吉田にサヨナラツーランホームランを許してしまいました。汚名返上といきたいマクガフは続く第6戦で1点ビハインドで9回のマウンドに立ちます。1点もやりたくないマクガフでしたが、ノーアウト1塁でのバント処理で、またしても1塁へ悪送球。1塁ランナーが一気にホームに帰り、痛恨の追加点を許してしまいました。この2戦連続の送球ミスに、巨人やメジャーで活躍した上原浩二は、やっぱりイップス持ちなんかな、ピッチャーに取らせるバントもうまかったけど5戦目と同じことしちゃったなと言及しています。ファンからも、マクガフどうしたんや、イップスなのかと心配の声が上がっていました。2022年オフにはメジャー復帰を目指すことが決まったマクガフ。2023年、メジャーでイップスを克服し、活躍するマクガフに期待しましょう。以上、試合中にイップス4戦でした。ただでさえ克服するのが難しいイップスを試合中にしてしまうと、
その後立て直すのは容易ではありません。ですが、それぞれのイップスを乗り越え、私たちを素晴らしいパフォーマンスで魅了してほしいですね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。